皆さんこんにちは、りきゅうです。今回の動画はテレビについて、もうご覧になっている方も多いかもしれません。レグザのサイトにティザーサイト謎のお知らせが登場しました。現時点ではまだ何も情報は発表されていないんですが、これまでの内容からどんなことが発表されそうなのかを予想してみたいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の動画は私の勝手な予想ですので、レグザからの正式な発表ではありません。その点はご注意ください。まず今回公式発表として出てるものはこれだけなんですよね。まあ、このページの先にもう1ページあるんですけれども、レグザのトップページ、今こういうバナーが掲載されています。ちなみに新しいレグザについては今年の CES で簡単な技術発表が行われています。こちらのチャンネルでもご覧のような動画で簡単にまとめてご紹介しました。興味のある方はご覧いただければと思います。そして今回何が発表されるのかなんですけれども、まず先ほどのティザーサイトをクリックするとこんな画面が現れます。新レグザエンジン ZR-α と書いてあります。ですので今回の発表内容としては、おそらくこの新しいレグザエンジン ZR-α は少なくとも発表されるということがわかります。これ以外にテレビの製品としての情報が発表されるかどうかはまだわかりません。その辺は予想のしようもありませんので、今回はこの ZR-α について少し予想してみたいと思います。まずこのレグザエンジン ZR-α、CES でも発表されましたので、その情報を改めて確認してみたいと思います。まず、レグザから公式に発表された情報です。新しいエンジンにはディープニューラルネットワーク用のエンジンが搭載されているということが発表されています。で、この新しいエンジン、プロセッサーでどんな機能が搭載されているのか、それも発表されていまして、1つ目がこちらの立体感復元超解像技術と呼ばれているもので、これは映像の中に映っているものの奥行きを AI が認識して、奥にあるものはボケるみたいな処理をやってくれる、そういう機能です。それによって立体感が復元されると、そういうものになっています。2つ目が AI フェイストーン再現技術と呼ばれていますが、これも同じように映像に映っている顔を AI が認識して、その顔の部分の肌色をきれいにしてあげる、そういう機能です。まあこの辺はデジカメとかでも顔認識というものがあると思います。おそらくそういった系統の仕組みではないのかなと思います。3つ目が AI ネット動画高画質アルゴリズム。これはネット動画にあるようなビットレートの低いものっていうのは、バンディングノイズといって、グラデーションの部分が綺麗にならずに、こう、ところどころに段差ができちゃうっていうんですかね、しましま模様が出ちゃうことがあるんですけれども、それを AI が認識して、綺麗にグラデーションを戻してくれる、そういう機能です。4つ目が、高層波高画質アルゴリズム。これは、テレビの地上波とかですね、そういうものの映像に特有のノイズ。例えば、テロップの周りが、ノイズが目立ったりとか、テレビでもそういうのが気になることあると思います。その辺をきれいに処理してくれる、そういう技術。最後がミニ LED 関連のアルゴリズム。これはいわゆるローカルディミングをより細かいレベルで制御する、そういう技術です。こんな機能がありますよと CES で発表されていました。続いてこの ZR-α なんですが、メディアもいろいろな情報を書いていまして、レグザの担当者にインタビューしたりとか、そういう内容になってますので、レグザの公式の発表よりもより詳しい情報が載っていました。それをいくつか抜粋しますと、まずこのエンジン開発期間は3年かかっているということです。そして現在の一番新しいエンジンである ZR-1 というエンジンがあるんですが、これの機能を強化したバージョンではありませんよということも書いてありました。つまり ZR-1 とは違う別のエンジンということです。信号処理最大 29bit 幅ということも書いてありました。これは何の信号なのかまでは書いてなくてですね。そして 4K120p の高画質化、これも強化されているということで、やっぱりどうしても高画質化っていうのは処理が重いので、こういうフレームレートの高い映像の時には高画質化処理を省略するということが多いんですけれども、その辺もこの新しいエンジンであれば対応できるということなのかなと思います。そしてニューラルネットワークの部分ですね、この処理はソフトウェアではなくてハードウェアとして実装されているということです。
それから新しいチップ 8K の解像度でも処理できると、そのぐらいのパワーがあるということも書いてありました。最後、コアの数は5個に増えている、それも書いてありました。これが今回発表されるであろう新しい映像処理プロセッサー ZR-α の概要なんですが、ただこれはあくまでも1月2月ぐらいの時点での情報ですので、それの最新の情報が今回発表されるということだと思います。で、この新しい映像処理プロセッサー ZR-α なんですが、2つの説が考えられています。1つ目の説としては、この新しいプロセッサー、レグザのこれまでの映像処理プロセッサーの系統を引き継ぐものである、これが1つ目の説なんですけれども、まずこの先ほどのスライドのこの2つ目の部分、現行の ZR-1というプロセッサーのアップデート版ではなくて、新しい世代のエンジンである、こういうことがメディアの報道に書いてありました。で、こちらの記事なんですが、もうちょっと他の情報も載っていまして、まず一つ目として、 X910 というレグザのテレビあったんですが、これ2017年のモデルです。この X910 から現行機X9400S ですね、そこまで採用されている映像処理プロセッサーの次世代版であるということが書いてありました。そして二つ目、 ZR-1 とは全く異なるプロセッサーであるということも書いてありました。この二つ書いてあったことの行間を読めば、 ZR-1 という今末尾が K で終わるモデルのプロセッサーというのはイレギュラーな存在、そういうふうに考えることもできます。それについて簡単にまとめてみました。まずこちら、レグザの映像処理プロセッサーの歴史みたいなものなんですが、ハイエンドモデルのみ抽出してまとめています。まず2016年は 4K レグザエンジン HDR Pro という映像処理プロセッサーが登場しています。Z700X という液晶テレビに搭載されていました。そして先ほど話題になった2017年のモデル、UKL で X910、液晶で Z810X。この世代からレグザエンジンビューティープロというプロセッサーに変わっています。UKL の方は OLED がつく、ちょっと異なるバージョンになっています。そして2018年、レグザエンジンエボリューションプロというエンジンに変わりました。この年は OLED と液晶、同じプロセッサーが使われています。2019年も同様に同じものなんですが、レグザエンジンプロフェッショナルという名前に変わりました。そして2020年、液晶の方はレグザエンジンクラウドプロ、 UKL の方はダブルレグザエンジンクラウドプロに変わっています。そして2021年、この年は残念ながらエンジンの変更がありませんでした。この時にちょっとレグザ大丈夫かなっていう雰囲気が流れてきたんですよね。そしてこの世代のモデルでは HDMI 2.1 への対応もありませんでしたので、それもあってちょっとレグザ先行きが不安だなみたいな感じになったんですけれども、で、このまま2021年終わっちゃうのかなって思っていたら、急遽末尾が K で終わるモデルが発表されまして、新しいエンジンとしてレグザエンジン ZR-1 というものが搭載された UKL テレビと液晶テレビが発売されました。このモデルから OS が Android TV に変わったんですよね。それも話題になりました。で、これについてはレグザ今 YouTube チャンネル持っています。その中でも説明されていたんですが、この ZR-1 というエンジン Android TV 用であるということが説明されていました。つまりこんな感じで2021年前半までのプロセッサーはこれまでの東芝から培ってきたレグザの映像処理プロセッサー、そして末尾が K で終わるモデルに搭載された ZR-1、 これは Android TV に対応するためにピンチヒッターみたいな感じで登場したエンジンなのかもしれないなって思いました。まあ Android TV への対応以外にも HDMI 2.1 への対応も必要でしたので、その辺合わせて急遽登場したエンジンなのかなと思います。で、これが2021年でして、2022年、今年レグザエンジン ZR-α が発表されることになってます。まあそれが来週ですか、発表されるのかなって思うんですけれども、で、先ほどの記事によると、この ZR-α は X910 ぐらいから続いている映像処理プロセッサーの次世代版である、つまりこんな感じなのかな、まあ正当な後継モデルであるみたいな感じなのかなって思います。そうなると当然これまでの最上位モデルで使われていた UKL で言えば9000番台、
液晶で言えば700番台、その辺が復活してくる可能性もあるのではないのかなと思います。以上が説その1、レクザ系統のプロセッサーであるという話なんですが、続いて2つ目の説として、いやいやこれはハイセンス系のプロセッサーじゃないかみたいな話もありまして、これについても簡単にまとめてみたいと思います。で、その発端となったのがこちらの記事でして、これは今年の2月に発表されたハイセンスのまあリリースみたいなものなんですけれども、こちらのハイセンスハイビュー HV8107という映像処理プロセッサー、2022年の CES で簡単に発表されまして、その後この記事にあったような2月に正式に発表された新しい映像処理プロセッサーです。左側の図にもありますように 8K の映像を処理することができます。約2万7000円の細かいゾーンに分割して AI による高画質化処理が可能になっています。8K は 60p の入力に対応して、それを補完で 120Hz まで上げることができる。そのぐらいパワフルなプロセッサーということです。で、AI による高画質化なんですが、どんな機能があるのかも書いてまして、例えば映像の鮮明度、コントラスト比、そして立体感を向上させることができる。あとは高速で移動するものがある。まあ、スポーツとかそうですよね。カーレースとか、サッカーとか。そういう映像の処理、それから人の肌色の改善、そしてノイズの除去、この辺に特化した機能が搭載されているということです。それからコアの数は6つ、うち4つが映像処理、2つがシステム関連ということでした。さらに 1.2 テラフロップスのディープニューラルネットワーク専用のハードウェアが搭載されています。映像信号の処理12ビット幅です。そしてこのプロセッサー、買収した東芝の映像処理技術、これを取り入れた最初のプロセッサーということも書いてありました。22ナノのプロセスですでに量産が始まっています。ハイセンスのテレビ製品にはもちろんなんですが、それ以外のハイセンスが所有しているブランドの製品にも搭載予定であるということも書いてありました。この内容って先ほどの ZR-α に結構似てるというか近いところがあるなって思ったんですけども、例えばこちらの中で言うと、まあ、8K に対応できるってこともありますし、あとはこの高画質化処理にどんなものがあるのかという中で、まあ、例えば立体感の向上って、あの奥行きのところに近いのかなって思いますし、肌色の改善も ZR-α でも触れられていました。そしてノイズ除去も ZR-α にも搭載されていました。この辺高画質化の内容がかなり近いのかなって思います。まあコアの数は若干違いますけれども、似てるところも多いなって思います。でこちらの部分で言うと、一番上のディープニューラルネットワーク専用のハードウェアを搭載、これも ZR-α と共通です。で3番目、このハイセンスの新しいプロセッサー、東芝の映像処理技術取り入れた最初のプロセッサーである、この辺からもまあ共同開発しているような雰囲気が漂っています。で最後にあります通り、ハイセンスの製品以外のハイセンスが所有しているブランド、これレグザーも含まれていると思いますので、そちらにも搭載予定があるということも記事に書いてありました。この辺からもうハイセンス系統の説が出てくるということになります。まあこれが2つ目のハイセンス系統説なんですが、必ずしもどっちかというわけではないかもしれません。プロセッサー2個搭載している可能性もありますので、その辺は何とも言えません。最後にまとめとコメントです。まあ、2つの説今回ご紹介しましたが、例えばレグザ系統だったとした場合、2021年のモデルでは実現できなかったタイムシフトマシンと HDMI 2.1 の両方が入ったモデル、これがもしかしたらこの2022年モデル、いよいよ実現する可能性があるかもしれません。で、ただ問題としてはその場合 OS が Android TV じゃなくなってしまうんじゃないのか、そういう懸念もあります。先ほどもご紹介しましたように、 ZR-1 という2021年のプロセッサー、 Android TV のために搭載されたものらしいので、それが2020年までのプロセッサーに戻るということであれば、 OS が Android ではなくなってしまう可能性もあるのではないのかなと思います。それからこの ZR-α 8K にも対応可能とわざわざ言ってるということは、今後 8K のテレビが発表される可能性もあるのではないのかなと思います。で、説の2つ目のハイセンス系統であるというところも、これも可能性十分あります。先ほどもご紹介しましたように、 ZR-α とハイセンスの新しいプロセッサー、機能がかなり重複しています。ですので、まあ
可能性としては1番目のレグザ系統に戻るというところの方が大きいのかもしれませんけれども、ハイセンスのこの新しいプロセッサーである可能性もゼロではないのかなと思います。で、先ほどもちらっと触れましたが、まあこのハイセンスの新しいプロセッサーは東芝の技術が採用されているということもありましたので、おそらく共同開発当然してるとは思いますし、この新しい ZR-α が先ほどのハイセンスの新しいプロセッサーの派生バージョンという可能性も十分あるのかなと思います。まあコアの数が違ったりとか、そういうところもありましたので、日本マーケット向けに若干カスタマイズしたモデル、もしくはサブプロセッサーみたいなもので機能を補完したものになる可能性もあるのではないのかなと思います。最後はまあ全然関係ないお話なんですが、今回残り何日何時間何分、先ほどのサイトに出てるんですが、まああれ足していくと17日の午前8時ぐらいだったと思います。平日の午前8時なんですよ。これ結構微妙な時間に発表するなって思ったんですよ。誰が対象なのかなっていうのも思うんですが、まあ通勤時間に合わせ合わせてきたのか、でもやっぱり金曜日の23時とか22時とかそのぐらいに発表する方が盛り上がるような気もしますし、何に合わせたのかなっていうのがちょっと疑問を感じたところです。というわけで今回はレグザから ZR-α という新しい映像処理プロセッサーの情報を来週発表しますというページが掲載されました。それについて簡単にまとめてご紹介しました。まあ2つの説については私が勝手に考えていることですので、まあどっちが正しい、まあどっちも間違ってる、そういう可能性ももちろんあります。その点はご了承いただければと思います。まあ今回のレグザのこの新しいプロセッサー、ソニーもブラビア XR として新世代のプロセッサー発表しましたけれども、同じようにレグザも AI を使った次世代のプロセッサーを発表してくるということですので、来週の発表を楽しみに待ちたいなと思います。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。